ドラゴンクエスト10実況プレイパート49やっていきたいと思いますと、物語は今回ベリナードのストーリーということでね、9個目のキーエンブレムをね、入手するために物語で進めていきたいと思います。王立調査団詰め所ね、ここに向かいましょう。そうか。永遠の水について新たに分かったことはなかったか。はい、オーディス王子。お役に立てず申し訳ありません。君が気に病む必要はない。僕の個人的な依頼に応じてくれて感謝しているよ、キンナー調査員。来てくれたか、旅の人。さあ、こちらへ。ふんふん、なるほど。レーンの村の出身なんだな。残念ながら僕は行ったことがないが、良いところだと聞いている。いやいや、あなたはもしやあの時の覚えてる？いつぞやの知恵の眠る遺跡では大変お世話になりました。ん？二人は知り合いだったのか？説明しましょう。うん、相変わらずだ。この方には呪霊島での遺跡調査を手伝っていただいたのです。この方は頼りになる方、王子の力にもなっていただけること間違いなし。そうか、それはありがたい。では王子、別件の調査に戻りますので、私はこれにて失礼いたします。ああ、すまなかった、キンナー調査員。また何かあったら声をかけよう。かしこまりました。君に来てもらったには理由がある。まずは彼女を紹介しよう。アスランだ。はじめまして。旅の占い師をしておりますわ。王子様のお役に立てとの占いに従い、この城へ参りましたの。彼女の占いは素晴らしい。すでに二つの事実を言い当てている。一つは君のことだ。白亜の城に一人前の証を持つ旅人現る。王子はその者と共に目的を果たさん。王子様の見立てに間違いないでしょう。この方は大きな力となってくれると私も思いますわ。キャスランはもう一つの占いで禁断の地として隠されていた永遠の地下迷宮の存在を教えてくれた。そしてその永遠の地下迷宮には驚くべきものが隠されていたんだ。口で説明するよりも君にもその目で見てもらいたい。永遠の地下迷宮まで来てくれないか。永遠の地下迷宮はこのベリナード城を北に行った場所にあるんだ。詳しいことは調査員に聞くといい。それでは僕はキャスランと共に先に永遠の地下迷宮へと向かっている。必ず来てくれ。それでその永遠の地下迷宮というところに向かわなければならないみたいです。さて、
あっちは出るのがめんどくさい。こっち側から、このね、ベリダトリをあえて入らないようにね、うまいことベリダトリ用の機体には一回来てるんですよ。っていうのもね、バトルバースターになるためのクエストが、ここなんですよね。確か、なんだっけ、デッドペッカーを素手で倒すってやつがあって、一回ここまで来てるんですよね。命中率めちゃめちゃ下がる装備身につけて、それで戦うのよ。スマイルリザードも懐かしいな。出直してきやがれ。アクアスレベルアップ。ラグアスの成長方針。どうすんだっけな。どうしたかったんだっけ、俺。あ、ベストスマイル。能力的にこれね、上げていくのであればいいんだけど。死がある。バーギムーチョや、これは欲しいかもな。ほら、いた、デッドペッカー。ここ下がってねえだ。もったいな。けどさ、到着。とにかく進めばいいか。おっと、一応ね、ツボだらけ、めんどくせえ。
赤みがあるやつだけ見るっていう。早かったな。遅かったな。この扉の鍵は僕が持っている。この鍵を見つけたのもキャスランの占いのおかげなんだ。よし、入ってくる。お？見てほしい、この女性を。彼女は死んでいるわけじゃない。この水は永遠の水というものだ。調査の結果、中に入ったものの時の流れを止めてしまう力があると分かった。つまり、彼女は囚われているんだ。生きたまま、この水の柱の中に。この女性の存在を隠すためにここは禁断の地とされたのでしょう。私の占いによればこの女性は高貴な血を持つお方と出ています。おそらくはベリナード王家の。きっと何かの事件に巻き込まれこのような目に。おいたわしや。その占いを聞いて城の中を調べさせたら、いつ書かれたのかもわからない古い書物が見つかった。そこには一人の王女が行方知れずになったと書かれていたよ。とても偶然とは思えない。彼女は我が王家の一族なんだ。だから僕は彼女を助けようと思う。だがこの永遠の水を何とかしない限り彼女に近づくことすらできないんだ。占いが示した君がここに来れば何かが起こるかもしれないと思ったが、残念ながら何も起こらないようだな。もう俺を都合よく使うんじゃねえよ。諦めてはいけません、王子様。今こそ新たな占いをしてみましょう。そうだな。今はどんなことでも手がかりが欲しい。やってみてくれるか、キャスラン。では早速。うら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 。占いたーまえ。ひらめきたーまえ。うらうら。うらら。ジャンクセー出ましたわ。王家の者の歌う刹那の歌が眠った時を目覚めさせるだろう。王家の者、刹那の歌。刹那の歌とは何だ。恵みの歌と同じようなものなのか。歌のことなら母上が何かを知っているかもしれないな。僕は母上のところに行ってくる。刹那の歌のことを聞き出してこよう。なるほど。また戻るのか。釣り場がちょこちょこある。まあ、それはいいんだけど。ラストよろしく。
そしたら一旦ベリナードに帰って、また多分ね、シュラメボのかなんかしてんでしょう。こっちか。違う。母上、刹那の歌のことを教えてください。なぜお前が刹那の歌の存在を知っている？やはり母上も禁断の地に囚われた女性が刹那の歌で救えることを知っているのですね。刹那の歌は我が王家に伝わる歌。千年の間歌うことを禁じられた歌だ。王家の者としてわらわはその禁を破るわけにはいかぬ。あの女性も我が王家に連なる者なのでしょう。彼女は永遠の水の中で今も生きています。このまま見殺しにするおつもりですか？確かにあの娘は王家の血を引く者だが、永遠の水から解き放つことはまかりならぬ。二人とも、そんな怖い顔はやめて、もっと朗らかに行こうじゃないか。なあ、オーディス、お前ももう大人なんだ。少しは分をわきまえるということを覚え。あなたが甘やかすから、オーディスが調子に乗るのです。うん。おお、一軒の者が来ておるようですな。待たせてはいけません。一軒はせぬ。引き取らせよ。堅くなだね、この女王様も。毎回すまんな、旅の者よ。謁見はまた後日ということで。はいですか。それよりもだ、そなたは王子に力を貸しているのだろう。王子ならまた調査団の詰め所にこもっているだろう。様子を見てやってはくれないか。まあ、またその今度はね、なんか古文書かなんか調べて、歌のこと自力で導き出すか、またあの占い師に頼るんじゃねえのかな。その招き方はなんだお前。君も聞いていたと思うが、母上は刹那の歌のことを教えてくれなかった。もう母上には頼らない。僕が刹那の歌を歌って彼女を救ってみせる。そのために何としても刹那の歌の在りかを見つけ出さなければ。一つお聞きしたいのですが、刹那の歌のことを知っている者は女王様しかおられないのでしょうか？もしかしたらここの調査員の方たちも何かご存知なのではないかと。そうか、
彼らにも聞いてみるべきだな。エリーゴ調査員、ちょっと来てくれ。ご用でありますか、王子殿。小生は今、資料の整理に余念がないのでありますが。君は調査員の中でも古株だ。誰よりも多くのことを知っている。刹那の歌という歌について君が知っていることはないか。小生は存じません。お役に立てず申し訳ないであります。こういう時に占わないんだ。口止めされているのならそんなことは気にしないでいい。知っていることを教えてくれ。小生は何も存じません。君に迷惑はかけないと誓う。だから教えてくれないか。了解であります。遥か北東の地、ブーナー熱帯雨林の南にシーカの遺跡という遺跡があるのであります。王家の方は王位を継ぐとそこへ向かい、歌を継承なさると聞いたであります。おそらくは刹那の歌もそこに。よくぞ教えてくれた、エリーゴ調査員。ブーナー熱帯雨林、シーカの遺跡だな。行くつもりでありますか、王子殿。ブーナー熱帯雨林は魔物の徘徊する危険な土地なのであります。そうか、そういうことか。キャスランの占いに君の協力が必要と出たのはこのためか。君の望みはこの国のキーエンブレムだろう。ならばそれを君に送ることを約束する。だから改めて頼みたい。僕たちと共にブーナー熱帯雨林へ足を運び、魔物から守ってくれないか。おお、ありがとう。よし、すぐに出発しよう。ブーナー熱帯雨林はこの城の北東、かなり歩いたところにあったはずだ。待てよ、ちょっとついでに。ちょっとベリナドルの南の方にも寄り道をして、クエスト、盗賊の鍵のクエストやりながらブーナー熱帯雨林に向かおうかな。確かに、だからブーナー熱帯雨林のところに何かキャンプ地っぽいところがあったような気がするんで、ここまで行けるといいな。入り口の方まで戻るの、これ、ほんと、めんどくさいんだ。入り口が遠いのよ。対局のところにあるからね。移動速度を上げていこう。いねえか？多分こいつだと思うんだよな。あ、光りましたね。オーディスは片手剣か。出直してきやがれ。レベルアップ。もっと強くなるわ。どうしようか。エンドオブシーン、パネナ、ピンク台風ね。
ゴールドフィンガーも取ってるし、そうだな、もうちょっと貯めてエンドオブシーンだな。キルはリフリーとかもちょっと考え直してもいいかもしれない。最終的にやっぱ格闘スキルを使った方が多分ね強いと思うんで、サクッと進みたいんで今回ちょっと先進んじゃいますね。うん。ゴールドオーク邪魔だな。通れませんか。通れました。長いだ。キローファンク。耐えた。オーディス出番なし。お、レアドロナイス。で、これでバース大森林に入ります。バース大森林、あのね、この先かな、ブーナー熱帯雨林さ、竜騎兵が言ってるはずなんですけど、竜騎兵狩りもね、散々スミーと一緒にやったんすよ。懐かしいな。サイレスいる。うわぁ、俺のトラウマ。地獄のハサミ。まあ、厳密には俺のトラウマガニラスなんだけど。お、なんだこのカニいけんじゃんとかって殴ってたらいけない。痛恨でね、ワンパンで殺されるっていう。ほんとね、ドラクエのカニ系モンスターはあかん。なんか石ポイントあったな今。ルーラストーンの登録ポイント。OK。なんだね、密林の闇地そこまで行こう。とりあえず。木ばっかで歩きづら。あ、いたいた、竜騎兵。そのうち相手してやるよ。おお、サイクロプスなあ、喧嘩売りて。さあ、というわけで、密林の野地にね、到着しましたので、まあ、今回は、これで、一区切りにしておきたいと思います。次回ね、そのシーカの遺跡の攻略ということで、よろしくお願いします。ではでは、ドラゴンクエスト10実況プレイのパート49、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まだ見ていけるなー。